こんにちは、アルです。今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。スプラトゥーン123号さん、ありがとうございます。アル様、推測です。北斗のタコは練り物でできていると思います。今までの1万7体の実験体がいないのも納得です。どうですか？よかったら採用お願いします。応援してます。頑張ってください。待ちません。長文失礼しました。ということなんですが、いやーなかなかね、面白いよね。僕この投稿を読んだ時に確かになーって思ったんですよ。1万、この8がね、1万8体目の実験体じゃないですか。ってことは今までに1万7体実験体がいたんですが、どこにもいない。じゃあどこに行ったのってなった時に、恐ろしいことに気がついてしまいましてね。だってここの実験台、実験場って、まあ成功したら地上に行けれるっていうわけなんですよ。ただ成功しないと地上に行けないってことは、地下のどこかにいるっていうことなんですね。この1万7体どこ行ったかちょっと検証してみましょう。はい、なんといってもやっぱりこの消毒されたタコゾネス、これらって元実験台だったっていう可能性はすごい高いですよね。やっぱりまあタコゾネスの形ですし、タコちゃんのね実験施設なんでね、こんな感じでで消毒されてるんで、もう自我とかはないんですけれども、ああやって働かされてるっていう感じで、まあ何体かのね実験台はそういう形になってるんじゃないでしょうか。こういうローラーのねタコゾネスになってみたり、傘使いになってみたり、いろいろやられてるみたいですね。はい、あとはタコゾネスじゃなくてもああいうオクタリアン、楽しそうですね。このぴょんぴょんちゃんたち、こういったタコにもなってるんじゃないのかなと、ああ思います。まあね、こういうタコになっとってもおかしくはないかなと思うんですけども。 OK。 はい、そうですね、1万7体のタコどこ行ったのかっていう感じで調べたときに、まあタコゾネスになっていたりとか、消毒されてねオクタリアになっていたりとかっていうのもあると思うんですが、圧倒的に足りませんよね。1万7体ですよ。1万7体がどこ行ったか、さらにちょっと突き詰めて考えてみると、ちょっとね恐ろしいことに気づきました。スプラトゥーン123さん、123号さんも言ってたんですが、練り物ってあるじゃないですか。あれもしかしたら実験体の慣れの果てかも。はい、で練り物って何かというと、この今タコゾネスが出していたこのインクなんですね。これが練り物って呼ばれるもので、普通のインクとは違うんですよ。その証拠に結構ねグネグネ動いてるんですよね。これちょっと早送りで見てみましょうか。まるで意思を持ったかのように動いてますよね。はい、今回はスプラトゥーン123号さんの、投稿をもとに1万7体の行方について考えてみました。あるものは消毒され、あるものはオクタリアンになり、そして途中で力尽きた者たちは練り物として敵のインクに使われているんじゃないかという結論に行きました。闇が深いな、オクト。ちなみに途中で力尽きた者が練り物になるっていうのは証拠があります。はい、8号はですね、実は死ぬと練り物になってるっていう状態なんですね。おそらくスプラトゥーン123号さん、先ほどのところとか、まあ8が死んだ時にね練り物になるのを見て、この奥とのタコは練り物になってるんじゃない、練り物でできてるんじゃないかというところをくれたと思います。で僕もそこからちょっと想像を膨らまして、実は今までの1万7体が大部分が練り物になって敵にインクとして使われてるんじゃないか説、これ信じるか信じないかはあなた次第です。
じゃじゃん、カバゴリラさん、ありがとうございます。アルさん、キャンピングシェルターカーモに葉っぱがいっぱいついています。採用お願いします。いつも見ています。ありがとうございます。キャンプ、これだな。キャンピングシェルターカーモ。葉っぱ、開いた時かな。これ見れるんかね。あ、そうだ。じゃじゃん。見て。タコちゃんにも葉っぱがいっぱいついてるよ。葉っぱだらけで見てみよう。これで、パージするか。パージして、先に行こう。あ、葉っぱついてる、葉っぱついてる。ほんまじゃ、ほんまじゃ。見て見て見て。あん。え、これ普通の、キャンプにはついてないってことだよね。どう？あ、ついてない。ついてない、ついてない。で、これか。ああ、ダメなんだね。で、ほら、ついてる、ついてる。ほんまじゃ。オッケー、カモフラージュのカーモかな？もしかするとね。すごいやん。ちょっとした違いがあるんじゃね。ほら、他は、ついてなさそうじゃね。オッケー、すげえ。じゃじゃん。ガベさん、ありがとうございます。小ネタです。試し打ち上に白い点線があるじゃないですか。それをリッタースコープで覗くと立体です。採用お願いします。これ？この点々ってこと？リッターね。見てみようか。これ立体？あ、ほんまじゃ。立体じゃん。へえ。うわ。しかも浮いとんじゃん。すげえ。ほらほらほら。横に動くとわかりやすい。なんか、消しゴムみたいに。物消しみたいになってるな。物消しが浮いてます。見て見て見て。ほんとだ。あ、これインクに埋まらんように浮いとんか。そして立体。あ、確かにね、こう見たら、立体よくわからんけど、アップで見ると、立体じゃん。立体。立体じゃん、これ。シューイシューイ。すごいな。オッケー。じゃじゃん。七瀬のべさん、ありがとうございます。アルさん、嬉しい恥ずかしい話があります。ほうほうほう。仕事終わりに外食しながら動画を見ていたら、後ろにいた子供、過去振り向いてはないけど、多分、兄弟が、弟、アルさんだ。姉、わかんないじゃん。違うかもよ。弟、だってさっき、ヒーローつらいよの文字が出たもん。おお、姉、じゃあ、アルさんだって話してました。子供に人気ですね。うわー、嬉しい。恥ずかしい。これ、多分、あれですよね。七種ののんべえさんがどっかで、動画を外で見てたら、全然関係ない子供たちが後ろから見て、そのヒーローつらいよで、あ、アルさんだっていう、R ゲームズの見てくださってる方々だったっていうことですよね。うわー、嬉しいな。もうリアルで、R ゲームズの見てくださってる方に会ったことがまだなくって、まあ、友達の息子が見とるっていうのは聞いたんですが、俺とは知らずにね、その友達も。お前だったのかって言われたけど、俺なんだよ。私だ。お前だったのか。このネタもう古いか。っていうのがあるんですけど、うわ、嬉しいな。でもそうだね、10万7千人ぐらい見てくださってるんで、もしかしたら俺も会っとるかもしれんよね、知らずに。いやまあ、小学生とちょっと話す機会っていうのはあんまないけどな。おるかもしれんな。オッケー、皆さん、街で R さんらしき人を見かけたら、こっそりと、いつも見てますって言って、言ってみてください。違いますって言われるんでね。オッケー、行ってみましょう。じゃじゃん。みわさん、ありがとうございます。あるさん、こんばんは。私は小学生なのですが、悩み事なのですが、ヒーローモードのステージの9番展望台の6番目がチャージャーだけしかできません。チャージャー以外にできる方法を教えてください。オッケー、じゃあ、おじさんがサブだけでクリアできる方法を教えてあげよう。で、9番展望台の1、2、3、4、5、6なんで、もしかしたら、このステージ6かなと思ったんですけど、こっちかね。こっち行ってみましょうか。ヒーローは辛いよっていう企画があるんで、ちょうどね。
よいしょ、ヒーローは辛いよ。ということで、この企画はですね、ヒーローモードをサブ縛りでクリアしようっていう企画です。で、皆さんがいただいてた、もしかしたらこの6っていうステージだったら、前の動画でやってるんで、ちょっと見てみてください。で、9番展望台の6番目なんで、1、2、3、4、5、6。ここかなと思ったんで、ちょっとこのタイミングで紹介しました。タコゾネスステージを、サブのみで攻略。オッケー。行ってみよう。実はタコゾネスステージは結構楽な気がするんですよね。このちょこちょこを使えば多分タコゾネス殲滅できるはずよ。ほーら、あれ、ほーら、あれ、あれ、倒さんでもいいしね、なんだったら。オッケー、倒した。で、うーん、あ、消えた。待てよ、こっちから行くか。そこで、よしよしよし、オッケー。ピューン。え、何、そっから、どっから出てきた。オッケー。よし。あと6個。あれ、そこにあるな。ピューン。オッケー。これ別に、タコゾネス倒してもいい企画なんですけど。避けちゃうな、なんか。おっと。よし、オッケー。サブ縛りはね、楽しい。あ、消えた。降りてくるか。オッケー。スプラッシュボーム。あー、うううううう、オッケー、危ねー。よし、あと何個、あとは、あと3個か。早い早い、いいペース、いいペース。いるな。ビューン。あ、タコのまんま逃げようとしとったな。甘いよ。オッケー。あと2個。そこかな？ほら。行きなさい。うわぁ。タコのまま逃げようとするんだ。ロボムに追いかけられると。トゥク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 。パーン。よし。あと1個。よーん。あ。そうそう、この坂の上にある木箱はね、壊れないんですよね。インクを満タンにして、よし、 OK、 クリア。こんな感じでやってみてはどうですか。OK、 という感じでこのチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。わあ、姉さん。なんで、何か面白いこととか、なんか今日の一番最初みたいに気づいたこととか、推測ですっていうのをコメントでいただければ、もしかしたら動画にさせていただくかもしれませんので、よろしくお願いします。チャンネル登録コメントよろしくね。今夏休みもあって、めちゃめちゃチャンネル登録してくれてる人増えてて、ありがとう。バイバイトゥーン。はい、じゃあね、バイバイ。